やめましょう。まあ、これだけちょっと言ってきますよ。あのここからね直近じゃないですよ。あの上尾市のね佐藤恵里さんのこの選挙ね、佐藤さんねちょっとねあんまり取り上げてないでごめんなさいね。うん、高橋さんに言いますよね。うん、あ高橋さんもねこれからオファーしますよ。あの必ずね断らないで来てくださいね選挙時ね。でね強制だそうです。強制です。もうね張り込んじゃうよ二平さんの時みたいね。大丈夫。あの僕は来ないから。あの元気くん、いやあのちゃんと安心してきては来てください、うん、僕はちょっと来れないんで、まあ、よければね、ここで、仲良くなってもいいんじゃないですか、上尾でね、来れないかもしれないけど、夜来てもいいしね、まあまあ、悪い子じゃないのかもしれないですけどね、ちょっとあまりにもね、陰銀無礼だったんでね、ああ、なるほどね、うん、確か、僕も確かあれ、なんか、だいぶ前に動画見たなっていう気がしました、うん、なんか、いろいろいざこざありましたね、うん、まあ、彼は仮なりの正義感があってやったのかもしれないですけどね。なんか確か元気さんは音喜多さんが最初作った団体を、ね引き継いでるというか、なんとか未来党でしたか、なんかありましたね、なんかね、うん、新しい党じゃないですか、新しい党でしたっけ、あそうです、新しい党ですね、彼が引き継いでる、引き継いでます、今党首に、そうか、だから気にならないんだ、思い出したそ う, そうなんですか、なんかあるんですか、音喜多氏もあんま好きないんだ、あなるほど、まあ音喜多さんはもう維新の方にね行かれちゃったって形になってね、そうですね、まあ、あの若いね、比較的若い方がね、やられてる党ですよね。うん、で、まあ、佐藤さんもね、あの今回の上尾の選挙ね、あのゲストね、何人か呼ぼうと思ってますからね、よろしければ来てください、皆さんね。うん、誰来るんですか、いやー、ちょっとね、どうしようかなと思ってるんですよね、今、ここで言っちゃっていいのか、まあ、日にちがまだ決まってないんでね、なんとも言えないんですけど、一応もうオファーはしてるんです、オファーして、了解を取ってます、ああ、素晴らしいですね、取ってます、じゃあ、当日のお楽しみですね、そうですね、あのひょっとしたらね、大橋さんもね、なんか来ちゃうかもしれないよ、いやでね、まさかのね、ことを出ましたけど、まさかと言ったらね、これね、大橋さんにも聞きたいし、笑いに変えてほしい。うん、津波様どうしたんですか。マニアックですね。マニアですよ、みんなちょっと意表つかれたでしょ、みんなね、これ誰も興味ないですよ。そう、興味ないけど、誰も興味ないです、数字ないですよ、ないんですけどね。もうアーカイブとしてね、 NHK3 チャンネルとして、まあ、NHK 党だからね、NHK3 チャンネルとしてね、あのお姉津波ってね、一時期呼ばれてましたけど、お姉津波、一時期呼ばれてたんですよ、動画の中ではお姉津波って言われてたんですよ、一時期全然知らないです、ね、マニアックな人からね言われてたんですよ、ちょっとね、同じ NHK 党で、塩田さん、塩田さんでいらっしゃいますね、まあ今でも、まあ、なんかやってるかわかんないですけど、はい、川口のでやってますね、はい、塩田さんが確かあの川口に出るか出ないかぐらいの時に、はい、時々なんか突をしてたんですね、津波さんが、はい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 、はい、でその突してた時の振る舞いがちょっとおねっぽいっていうのが結構リスナーから突っ込まれた時期あったんですね、あ、そうなんですか、あったんですよ、結構意外あったんですよ、でおねえ津波って一時期、まあ今は言われてないですけど、一時期おねえ津波って言われてたって確かに僕が見てもちょっとなんかおねっぽいよねっていうのはあったんですね、あ、そうなんですか、あったんですよ、もう今その動画多分ないと思うんですけど、はいはいはい、一時ありましたね、なんか駅前かなんかで塩田さんがやってる時にちょっとおねっぽいツッコミで結構突をされてたっていうのがあったんですね、そう、話し方がおねっぽかったってことですか、話し方がおね、話し方というかちょっとこう振る舞いというか、なんかなんかなんかわかりますかね、なんかそれでちょっとおねっぽいっていう、ああそうなんだ、それおねっぽく見えるんだ、なんかちょっと動画では見るとなんかそういう見えたよっていう風になってあったみたいで、なるほど、そこからちょっと、まあ、ほんの、ね、短い期間ですけど、はい、お姉ツハっていうね、ちょっとだけ、ほんのちょっとブレイクしたみたいな、本人知ってんのかな、それ、いや、多分知らないかもしれない、そうですか、ただ、塩田さんは知ってるんじゃないですか、多分、塩田さんの確か動画にも出てたんで、あ、そうなんですか、今、彼、消しちゃったと思うんですけど、はい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 、うん、まあ、見てる方ちょっと面白かったなと思いましたけど、ね、まあ、ツハさん、今は、あれかな、葛飾に住んでるんですかね。あ、じゃあもう葛飾もね、もうあのみんな見てもわかると思うんだけど、あのちゃんとやらないと厳しいですよ、今はね、あのもう8年前の選挙にならないですよ、もうね、8年前とか6年前とかね、ああ無理ですね、あのね、駅でやってればね、当選するってはもう無理ですよ、もうね、特に NHK 党は無理ですね、あの当時はね、真新しくてなんだっつってね、結構ね、注目を浴びてね、うーっていきましたけどね、はい、今はね、もう昔の選挙に戻っちゃったみたいな感じで、うん、そうですね、なんだかんだ言ってやっぱり、うん、特に地方選挙はドブ板ですよ、そうですね、まあ、近いのがドブ板です、本当にそれはね、もう僕も痛感しております、はい、何回か出てね、僕もよく分かってますけどね、もうね、未だにね、
なんか知んないけど、これ最近ね、若い人が出てくれって言うんですよね、僕はね、やっぱりね。若い。あ、そうなんですか。うん、特にね、はい、じゃあ何歳って聞くとね、学生ですって人が結構ね。この、あのね、あの、確か、青梅の選挙の時は、はい、その僕、日の出町でね、先ほど話した日の出町でしたんで、はい、わざわざ中学生がね、日の出町から自転車で来てね、すいません、細谷さんですよねって来ましたからね。すごいですね。友達と一緒に来て、細谷さん、出てましたよね、日の出にって。あ、出てたけど、あの、どうしたのって言ったら、動画見ましたって言って、ツイッターして。すごいですね。いや、でもね、この動画ですよね。動画です。です。あ、すごいな。見ましたって言って行きました。すごい。で、友達と来ましたって言って、はい、で、よくよく話をしたら、あ、僕のおじいちゃん、実は細谷さん知ってるかもしれないですけど、日の出町の議員やってましたっつって。で、もうおじいちゃんは、まあ、やめちゃってるんですけど、はいはいはい、で僕も、まあ、確か10年ぐらい前までやってたかなって人だったんですけど、孫なんですって来て、じゃあおじいちゃんもう一回出さなきゃダメじゃんっつって、いや、細谷さんの方がいいです、もう一回日の出町出てくださいって言うから、いや、もうで日の出町いいよっつって言ったんですけど、うん、でももうね、君中学生だから、まあ大きくなったら君が出るか、ね、もしくはまた僕がね、あの、出るきっかけがあったらね、その時頼むよって言ってね、その時言いましたけど。なるほど、すごいですね。だそういう人がね、その一組だけじゃなくて、はい、結構来ました。二十歳になったら、今18ですよね、はい、18になったら、ウグイスをやらせてくださいとか、来ましたね、結構。すごいですね。結構来ます。当選できるんじゃないですか。いや、わかんない。だから、まあ、完全に、彼ら、彼女らが、まあ、有権者になった時もまあ、わからないですけど、はい、まあね、今の段階では、まあ、さすがにお年寄り票かなっていうところでございますけど、そうですね。結構、若い人が4年前に比べれば、全然、手応えが、というか、だからいわゆる、クレイ塾みたいなちょっと感じになってきたかなって、戸田では若い子すごかったじゃないですか、あんな感じにちょっとなったかなっていう感じは僕の